爆発が起きた、爆発の恐れがあるということで事実関係を確認中ですと述べました。枝野官房長官は午前11時頃の記者会見で、爆発が起きた、爆発の恐れがあるということで事実関係を確認中ですと述べました。枝野長官はこの直前まで、今日未明に水素が出ている可能性は否定できないといった、状況は変わっていないと話していました。また午前6時50分、格納容器の圧力が上昇したため作業員に一時待機命令を出したが、その後圧力が下がり、現在は屋内作業を再開し給水活動を再開していると話していました。はい、そしてこの先ほど水素爆発を起こしました3号機について11時15分現在、つまり爆発の後です、11時15分現在、格納容器は健全だと東京電力は話しています。11時15分現在、3号機の格納容器は健全だと東京電力は話しています。それでは福島中央テレビから最新の際、外の空気が入らないように戸や窓を閉めてください。11時15分現在、格納容器の圧力容器は壊れていないということです。落ち着いて行動をしてください。今ご覧いただいているのは、先ほど午前11時1分頃の映像です。福島第一原子力発電所には、1号機から4号機まであります。6号機まであります。6号機まであります。右から2番目の建物が3号機ですが、その3号機が水素爆発した映像です。右から2本目の煙突のようなものの下に第一原発の3号機がありました。現在ですね、北西の風が海の方へ吹いているということです。風向きはですね、北西の風が海の方へ吹いているということです。第一原発の20キロ圏内の住民は避難指示が出ていましたが、まだ県内に残っている方は建物の中に避難してください。前回の第一原発1号機に続いて2回目の水素爆発がありました。経済産業省によりますと、午前11時過ぎ福島第一原子力発電所の3号機で水素爆発がありました。先日の1号機とは別の3号機で水素爆発がありました。3号機は核燃料を冷やす